帰ってきて、ブログやばいってなって、りっちゃまのお祝いもして、その夜配信ができませんでした。めっちゃ光が、今日強くない？光、光さん、庄司さん、バンジュラモンスターさん、ココさん、のしげさん、ザンタクさん、ゆむけんさん、ダダダダムダさん、つもさん、ゆきさん、ありがとう。眉毛細くしようとか思ったことないの。なんかあったりするけど、なんかいじらない方がいいよって言われる。はいよ。大地さん、ママルンさん、ありがとう。ママルンさん、大地さん、ゆうくんさん、アムズさん、セリアさん、ありがとう。はいよ。緊張したわ、昨日は。はいよ。あのケーキは買ったものです。ワンちゃん用の。浜田さん、ゆきかぜさん、修造さん、ありがとう。うん、仲良くはなれてないですね、そんなに。めっちゃ仲良くなったよって感じではないけど、でも話せた。マヒカンのダイナソーさん、つばゆうすけさん、ありがとう。邪魔は生クリームみたいなところがなんかおいしいおいしいおいしいって言って食べて、でその生クリームを舐め終わった後のあのスポンジをめっちゃ残した。めっちゃでもないけど、食べてたけど可愛かった。
ワンちゃん用ケーキです。でも今日の朝に食べるって言ってたよ。キョンシーさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。バサバサしてなかった。でもスポンジめっちゃいいスポンジっぽかった。なんかおはよう。なんかね、しっとりめっちゃ上質なカステラみたいなやつでした。食べてない、触った。シナモクリーム苦手。あのいっぱい食べるのは苦手。人でも食べれそう。食べれると思う。めっちゃね、あのあれです、めっちゃなんか普通のあの甘いケーキの匂いがしたもん。じゃあ普段好きな食材って決まってるの？え、わかんない。ドッグフードしか食べてない。ドッグフードとヨーグルトの、あの食べ終わったやつ、私が食べたやつ。バンジュラモンスターさん、ありがとう。あ、チュール、チュールは好きそうですね。今日からまたお仕事なんで、しぶしぶ行ってまいります。頑張れー。そう、チャマにフリスビーをね投げたことがなくて、でも意外とうまかったからさ、私フリスビー投げるのやってみたいなって思った。納豆食べれますね。タマが取りに行かなかったら自分が取りに行くわ。どういうあれや。何よ。納豆平気な人はブラックコーヒー飲めるレベルに大人だと思ってるね。そう？じゃあ私大人なんや。
私ってこう見えても結構大人だよ。引き寄せするタイプだけど意外にいるのもだし、ふーちゃんと会ってほしい。なんで？わしまだまだお子ちゃんまだはの方だろうな。どちらかといえばうまかっちゃん食べたい。うわ好き。このまま面白かった、ありがとう。ブルダックポックミョンってどんなんだっけ。奥底が眠い。なんかあれ鶏みたいな絵のやつ。ミキさん、カラさん、ありがとう。ん？鳥みたいな絵のやつ？プルダックポックミョン？で、何って聞いて、ビルバンに売ってるやつで。ビルバン何でも売ってるイメージやから。辛ラーメン食べたこと多分ない。あるかもないかも、よく分からん。はいよ。うん、パワシさんありがとう。はてなはてなに、ここは筋肉痛で、なんかオーバーがなんか気になるなって思ったんですよ。絶対昨日のモルックとカンジャムじゃんって思った。今モルックとカンジャムでここがちょっと筋肉痛になっとるやんって。ゆういちろうさんありがとう。モルクだったっけ。若いですねまだ。パンジャン、パンジャムのルール説明分かりやすかった。ほんと？はいよ。うん、難しかった。でもモルックの何？ルールすごいよね。もう
どなたが考えたんだっていうぐらい本当にすごいルール、あの面白さを研究した。とても素晴らしいものでした。楽しかったな。ゆういちろうさんありがとう。え、今日からスタバでお芋発売。飲みたい。うん。なんか今日は眠そうですね。え、でもいつもより眠そうじゃないよ。今日奥底が眠たい、なんか内に秘めてるものが、ね、眠たいみたいな。わかるよこの、この感じわかります？勉強系の仕事行ってらっしゃい。大変やね。今日で、あ、もうちょっとで30日。スケモンさんありがとう。声が、投票期間明日だけど1週間前になりましたね。スマホ機を出します。あ、トムちゃんさんありがとう。4連休から3連、平日からの2連休なんかおもろい。もうそんな日があったら超楽しみだった。私ゴールデン週間学校で最高って言ってる。もし自分が学校に行ってたらね。
初めて屋さん。大学行ってたら何勉強してたの？でも高校の時になんか行きたいみたいな書いてたの？なんかさ、模試とか受けるけさ、やらんといけんじゃん。志望校して志望校選択みたいな。それはでも英語みたいな、英語ばっかり入れてた。英文化みたいなやつばっかり入れてたけど、今とかはそう心理学を学びたい。ゆきかねさんのとシャルル・ルクレールさん、ありがとう。そう、心理学学んで皆さんの気持ちを気持ちを透かしてみたい。ゆういちろうさん、ありがとう。というのはありますね。それでは誕生を読もうかなと思います。13位ギルスさん、12位寝落ちしてもいいじゃないか人間だもの相田みちおさん、11位おふさん、10位りょうすけさん、9位あまずさん、8位セリアさん、7位だだだだものさん、6位まもるんさん、5位キャンシーさん、4位エムケンさん、3位つうまさん、2位ゆきさん、そして1位はルルルルンちゃん、坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。つもさん、ゆきさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。ありがとうございます。それでは今日も一日、今日のラッキーナンバー22はドゥルルルンジャン、ウルフさん、オカミ。はい、今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリおー、ありがとう。それではまた、またねー。頑張って連休明けのお仕事、ぴょんぴょん。
ありがとうございました。バイバーイ。